中学2年生の皆さんの初回の授業をしていきたいと思います。ニューホライズン2年生ね、教科書も大きくなって皆さんどうですか？ちょっとなんかまた英語難しくなってないかなって不安になってる子多いと思うので、今日はですね、前のビデオで言ったことの継続なんですけど、もしかしたら見ていない子もいるし、教科書で実際にやってないので、2年生初めての教科書でどんな風にまず予習をしてほしいかっていうのをやりますね。みんな学校の先生が、はい、文章を全部書いてきてくださいっていう風に言われて、もしかすると何も考えずにただ写してる子がいるかもしれないので、それはもう絶対時間がもったいないからやめてください。まずこういう風にします。はい、教科書を閉じます。教科書閉じるんですか？はい、教科書は閉じてですね、まず QR コードね、QR コードをの音を聞いてください。で、QR コードよりも私なんかもうちょっとゆっくりな方が分かりやすいなっていう子がいるかもしれないと思って、私がこのインスタグラムと YouTube の楽しいニューホライズン教科書と音読っていうこのプログラムの中で音読をします。じゃあまず、QR コードがちょっとわからないっていう子のために、リーディングをしますね。 OK, so here we go. I went to Fukui with my family 2 weeks ago. This is a picture from a dinosaur museum. We arrived at the museum at 9:30. Many people were looking at the Tyrannosaurus. Later,We tried fossil hunting near the museum. I found some fossils of animals and plants. It was a lot of fun. There are many good restaurants in Fukui. We had echizen soba for lunch. Ah, it was so delicious. We had a wonderful time.すいません、私も人間なので時々うって間違えることがあるので、あんまり気にしないで言ってください。今聞いてどうでしたか？だいたい聞こえたっていう人ね、聞こえたって言ってももしかしたらフクイとかティラノサウルスっていう言葉が聞こえていて、文章はあんまり聞けてないなっていう子もいるかもしれない。なので本当はなるべく文章がもうちょっと文章が聞けてる、単語だけがポンポンポンっていうよりは文章が聞けてる状態になってから次のステップに行ってほしいんだけど、じゃあ今日は一応文章がほどほどに聞けたことにして次のステップに行こうと思います。